はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きをやっていきます。マナの剣を抜いたんですけど、フェアリーがさらわれちゃった。で、マナの聖域の入り口まで目指していくところですね。フェアリーを探そうということで、死を喰らう男、フェアリーをさらったのはお前か。とんでもない、私じゃございませんよ。もし私だったら、こんなところであなたたちを待ってないで、後ろからバッサリやってマナの剣奪ってます。なんだと。あわわ、例えばの話ですよ。まったく、せっかくマナの剣が目の前にあるの、私はあなた方に手出しできない理由があるんです。フェアリーをさらったやつ、私どもの主仮面の同士様をあっさりと殺しちゃって、ミラージュパレスは滅んでしまったんです。私も逆らうと殺されちゃいますから、仕方なくこうしてメッセンジャーボーイとしてこき使われてるんでございます。でもね、どうせ用が済んだら私も殺されちゃうんですよ、きっと。だから仲間になったふりだけしておいて、このまま逃げちゃおうと思ってるんです。まあ私が言うのもなんですが、それぐらい悪い奴らなんですから。奴ら聖域の出口で待ってるそうですよ。メッセージおしまい。じゃあ私は逃げますから、あなたたちも逆らわない方が賢いよ。じゃあ、さあ、あいつもよくわからんやつだからね。仮面の同士様が死んで呪縛から解放されたんだろうけど、自分が誰だかわかんなくなっちゃったみたいで、そのままどこかに消えていったよ。やつがその後どうなったかは私にゃわからんね。もういいだろ、ジャバイベ。どこに行ってしまったの？かわいそうなヒース。シャルロットがその悪者を退治して必ず見つけ出してあげるでち。とりあえずミラージュパレス勢はこれで総崩れ。ラービン、うわめっちゃ吹っ飛んでったんだけど、誰？あ、ラビ、雨あられはついて、いっていっていっていて、逃げ切れなかった。もう、あっけなかったわね。待ってる。あそこにいるのは美獣か。ウィスプの国。さらにそこの先にさ、見えるんだけど、グレンの魔導士と黒曜の騎士だっけ。何もかも終わってしまった。もはや黒の貴公子様は二度と帰らぬ。我らの主黒の貴公子様は聖域への扉を開くため、魔界にあった闇のマナストーンを古代呪法により命と引き換えにして現世と召喚したのだ。その後お前の持っているそのマナの剣で復活され、世界全体を魔界に変えるはずだったのだ。だが我らの前に思わぬ敵が現れた。そいつは復活を待たれていた黒の貴公子様の遺体を消去し、魂を永遠の闇へと封じ込めてしまったのだ。もはやマナの剣でもどうにもならぬ。私たちの乾杯だ。そこの邪眼の伯爵は自分たちだけででもマナの剣を手に入れて世界を魔界に変えようと考えていたようだが、私は黒の貴公子様のいない世界など考えられない。負け犬ならいつまでも無様に抗って黒の貴公子様の死を汚すことは私が許さない。
だからこの手で邪眼の伯爵を殺したのさ。これから私も黒の貴公子様の後を追う。さらばだ、黒の貴公子様は私の全てだった。特にコメントはなし。こいつらずっと後ろ向いて待ってんのか。来てやったぞ。てかフェアリーってさ、テュランから離れて大丈夫なの？どういう設定だったっけ？もう忘れちゃった。フェアリーをどこに連れて行くか。フェアリーを返してほしければマナの剣を持ってアルテナ城まで来い。なんだって？な、待て！まで卑怯な奴らなんだ。くそー、あいつらきっとマナの剣を抜けなかったのよ。だからあんたが抜くのを待ってフェアリーをさらったのね。最低。どうするんでち？きっと罠でち。分かってる。でも行かなきゃ。たとえ罠だと分かっていてもフェアリーを見捨てるなんてできねえ。俺は男だ。絶対逃げねえぞ。行こう、奴らのところへ。そして今度こそあのグレンの魔導士に勝つ。フラミーを呼んでアルテナ城へ向かおう。で、アイテム風の太鼓セットしてないよね多分。ピーヒャラ笛はいらん。これと交換だな。ブースカブーはもう用済みだ。フラミーを呼び出しましょう。こいつどこで待ってんだろう。でもまあどこで待ってなくても呼ばれればすぐ来れそうだけどね。さてアルテナ城っていうか、なんか何これ、エネルギーが解放されてんだけど。え、どういうこと？なんかマナストーンがあったところか。ここ普通に町だしね。え、何これ、ボルセナ。え、ボルセナにマナストーンなんてあったっけ。え、なんでこれ各地でエネルギーが暴走してんだけど、どういうこと。ここアルテナでしょ。あ、これあれか。なんか単純に多分あれだよね、ここで降りられるよっていう話。あ、そっかそっか、どこでも降りられるわけじゃなくてここで降りられる、それだけか。アルテナへ行こう。めちゃくちゃ平和なんだけど。魔法王国アルテナ。え、すげえ平和じゃね。そうそう、フェアリーが危険だ。ああ、もうグレンの魔導士、フェアリーに何かあったら。大変です、城内にモンスターが。城の中はモンスターに占拠されてしまいました。っていう雰囲気じゃねえよな。ただじゃ置かないんだから。とりあえず最初は武器と防具の店へ行こう。装備を整えなくては。こいつはもう悠長に商売してるしね。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。カッツパルゲル、これ買えるな。お目が高い、なかなかの品だな。ミスリルロット、お目が高い。いい買い物したわ。お目が高い。てかアンジェラさ、ここの国の王女だったんだったらミスリルロットぐらい持ってきてくれよ、最初から。防具も見よう。金ないけど。いい商品揃えてるよ。え、鎧。あ、これ下がるな。プレートメール。え、なんで。天魔の鎧。最初もしかしたらなんかでここ訪れるときはこのクラスで、今この新しいやつが入荷されたっていうことかな。気に入ったぜ。じゃあ売ろう。ちょっと武器から売っ払ってこう。金策をしなくては。
2つで9800だったら大丈夫だよね。これはちょっと買っておきたい。ひらめきのローブ力の結構上がるな。あ、結構上がるなって、これあれか、力が上がるわけじゃないか。単純に防御と魔法防御だね。なんか特殊効果みたいなの分からん。まあいいや、金ないし貧乏人には手が出せん。とっとと城内攻めろ。いや、なんか本当に平和なさ、音楽だしさ、どうなってる。大変です、城内にモンスターが変わらない。マジシャン、ちょっと逃げよう。よし、車線からは逃げよう。そのまま入って大丈夫か。で、ゲッ、めんどくさ、倒す。ゲッ、後ろにウィザードいたんだ。いっそういけない、結界が行く手を阻み通れない。で、下に行けて、ここに銀の女神像があって、こっちの方か。城内ってね、フォルセナもそうだったけど、ちょっと広いからね、全ての部屋を探索しようとするとそれなりにかかりそう。こういうアイテムとか10円、これ序盤のあれかな、アイテムかな。力の腕は、いや、そうでもないかな。ちょっと力の腕輪を見てみよう。精霊の腕輪、ちびっこ向こう、力の腕輪、いや別に力とか攻撃力が上がる感じじゃないな。じゃあいいや、なんか無効効果がある方がいいよね。これ多分逆側に出るだけだよな。おとなしく地下に向かった方がいいかな。側とか、なんかめっちゃ入り組んでんだけど、ここから早く行けた。いや、ちょっともう行こう。いえ、ちょっと待って、気になる。こいつらなんだ。しかとしよう、生かしといてやろう。こっちだね、多分なんかぽいとこだし。いけないな。ここに壺あるけど、まあまだいいや。そんなに減ってるわけじゃないし。ゴーレムか。ほら、あれ、いって。はい。ロケットパンチは待って逃げよう。はい、来てくれ。この辺の敵は全滅させたようだな。で、こっち一応見て、なんもない。あそこに宝箱がある。これは上乗っていく感じか。もう一個上、多分ここだな。で、こういいね。蜂蜜ドリンク2つ。回復はちょっとしたい。さっき食らっちゃったかな。あ、回復の壺がいいところにあるじゃん。回復壺全開で、こういうくぼみのところは一応確認していく。で、あっちに魔法使いが、まあ、逃げろ。射線から逃げろ。うわ、ダイヤミサイルか。逃げろ逃げろ。ただ耐久力低いな、やっぱり魔術師系だからすぐ倒せる。で、宝箱取って、お、アイテムの種、しかも金。からのこっち、左がただの空き部屋、ゴーレムがいるな。ちょっと貯めてこう、ここは先手必勝。落ちます、怖い怖い怖い。
パンチは危険。あ、魔法いいね。お、シャルロットレベルアップで全開してくれたからアイテムかと思ったらただの燃えてるあれか、火事になんないな。いっぱいいるな、めんどくさい。セット秘書すぐに。消えよ。何も問題なかったわね。いや、いいね、強いわ普通に。こっちに使えばよかった。こいつ一体じゃないっしょ。ユニコーンヘルメットは大丈夫。当たったこれ。よし、破壊した。車線がマジ重なるとすげえダメージ食らうから。逃げろ逃げろ。いて、食らった。シャロット回復してくれ。いや、次戦闘が始まったら回復してくれるでしょう。3500円、いいね。金はいくらあっても余らないかな。こう来て、こう来て、こっちか。で、右はいけない、左。アイテムはなさそう。で、ちょっとこっち行こう。ほら、宝箱がある。おお、金色のアイテムの、ん？もう夜になったの？早くね？で、こっち。こっちに行って敵がいて、ちょっとこっち覗きたいけど行けない。あの宝箱は向こうから行くのか多分。先にちょっとこっちを覗く。ヒールライトちょっと使いたい。行きましょう。ちょっと待って、こうのこう行きましょう。で回復する。完璧。あそこに待ち構えてんなこいつら。で、ちょっと待って、こっち行く。戦闘は回避できたな。で、これ乗って、これ乗って、で、こっから行けたね。で、銀のアイテムの種で、一応ちょっとこっちも覗こう。なんもない。で、こっち来て、血を止めとこう。ほら、ウィザード本当楽だな。耐久力めちゃくちゃ低い。シャルロット強くなりすぎちゃったデッキ。回復をする意味はなかったな。いや、ゴーレムめんどくせえな。一体ずつ攻撃を行って、これ結構意外にさ射程短いんだよね。壁を解除して、強攻撃与えないと壁が破壊できない。超勝ってんだけど、こいつ壁破壊した。いや、まだアーマーのマークあるから。よし、で一体ずつ切り替えてめちゃくちゃな。マシンゲームもすげえな。アンジャーのマジックパワーも結構出てる。確かに強いけど魔法は強い。この辺の敵は全滅させたようだな。経験値的にでも待ってればもうレベルは上がりそうだけどね。あれ、どっから来たんだっけ。こっち行って、なんかいるね。戦闘開始と同時に扇風剣を使う。箱殴りにする。アンジェラとシャルロットも技変えよっかな。作戦で特技、これをマジックパワー気にせずにして、必殺技も気にせずにして、
アイテムは3個未満。シャルロットも特技は気にせず、必殺も気にせず使ってくれ。でこっち戻って、一応こっちを覗いてみよう。いるな、宝箱の集合者ウィザードが倒す。ウィザードなんかマジシャンなのかよくわかんないけど、弱すぎて暴れ足りない。回収金色、いいね。アイテムの種結構手に入ったな。でなんだ、崇めているマジシャン系か。直線上で一発、アイススマッシュの射程が。いた、また強くなったぜ。でレベルアップ、よーし回復完了。でこれなんだ、上の階の結界が消えた、どういう仕組みだ。でこれなどうやって帰るの、来た道歩くとかそれはないよ。なんかどっかからショートカットで帰れないかな。めんどくせえやつがいな、また。しかも狭いところで。マシンゴレム、パンチに当たらないとこ。ピンプ台風使ってる。確かに自分が動かしてるわけじゃないから、あれは入らないのか、カットインみたいなのは。でこっち行って宝箱を回収して聖杯に行こう。ああそこに、ってかこれあそこ最初か。回復の回復で、ここから飛び降りれば、あれ、あ行けたか。 OK ということね。あ壺もじゃあ割っておこう、ここで。なるほど、帰り道でいろいろ回復できるよっていうことか。え、しかとしよう、しかとできた。これどうしようかな、経験値と金は欲しいからな。扇風券をお願い。あっけなかったわね。ゲーム特性睨み合いをしている。なんとかして戦闘を回避できないものか、ためを。通りゃ、とりあえずまずは壁を排除する。誰、死にそうになって死んでんじゃねえかよ、むしろ。ちょっと待って、まずはシャルロット蘇らせて。ほんと厄介だな。ウィザードを先に倒すか。いていていって、魔法が連発で食らうと厄介なんだな。シャルロットナイス。やばい、ロケットパンチ、ロケットパンチも強いよ本当に。でウィザード倒した。よし、オッケー。俺一人でも十分だったな。いや、それは言い過ぎでしょう。まんまるドロップ。ん？このまま抜けていいのか？まあ、どっちからも入れるよ的な。遅かったな。さあ、フェアリーと女王の命を助けたければ、そのマナの剣をこちらに渡してもらおうか。お母様。おっと、動かないでもらおうか、アンジェラ王女。卑怯な。何とでも言うがいい。さあ。剣をもらうぞ。少しでも動いたらフェアリーや断りの女王の命
ないものと思え。抜けなかったやつに扱えるの？これがマナの剣。なんだ？ほら。もうって。黙みろ。お前みたいな邪悪な心の持ち主は剣の方が嫌だとさ。マナの剣は使い手の心を映す鏡、善にも悪にも染まる。強大な竜帝様の闇のお力によってマナの剣も暗黒剣として生まれ変わろう。やったぞ。これでマナの剣は竜帝様のもの。そんなバカな。もうここには用はない。マナの剣を使い、各地のマナストーンから神獣を解放するのだ。優秀すぎだろ、黒曜の騎士。何をするんだ。約束が違う。マナの剣をよこせとは言った。お前らを助けてやるなどという約束はした覚えがないね。もう許せねえ。今度こそ俺と戦え。残念だが、お前たちと遊んでいる暇はないのでね。まあよい。今ここでお前たちを殺さなくても、神獣が復活すれば遅かれ早かれみんな死ぬ。マナの剣の霊に今しばらく生かしておいて、世界が滅んでいくのを見物させてやろう。せいじゃない。それより奴ら剣を奪って神獣を復活させる気らしいぞ。どうすりゃいいんだ。大変よ。もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。悪しき者の策略。最悪の事態だわ。神獣が復活してしまった。でも今はまだ目覚めたばかりで、神獣も八体に分かれている。今ならまだ間に合うかも。神獣が最終形態になる前に一つずつ倒せば望みがあるよ。行きましょう、マナストーンのところへ。神獣を倒そう。あれ、敵がいる。お前らまだいたのか。もう用なしだぞ、ここは。何、アルテナ城はずっと敵の手に落ちたまんまになるの。平和だ。城の外は平和だ。あれ、なんか泉の中に落っこっちゃった。しかもカニがいっぱい落っこってる。みんな投げ銭してたのか。ちょっと話そう。あれ、話せねえ。こいつは話せないやつか。申し訳ありません、職務を遂行中です。ちょっと待って、え、どうなってる。城の中てか、アルテナどうなってる今。謎の状況だな。
パックンチョコ。ま、じゃあ次は神獣を倒しに行く感じですかね。というわけで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。